オリーブドラブに塗れば軍事用だと思ってませんか？いいじゃん。どうも、くまごろみさんです。本日はこちら。じゃん。スポット溶接機ですね。今電気溜まってないと思うけど、500ファラドのスーパーキャパシターで、こういうね、ニッケルストリップ、みんな大好き18650のバッテリーあるじゃないですか。このバッテリーに、こんな感じでこうバチンと溶接するやつですね。これだけでやろうっていうやつなんですけど、ちょっとね、パワーが弱いんですよ。500ファラドだと。で、ちょっとね、今回これを強化してみようと思って、男だったらみんな夢見ると思うんですよ。快適な溶接ライフをね。で、今回用意したのが、新しいキャパシタ。一応同じものだと思うんだけど、なんかちょっと違うね。よくわかんない。EDLC、DB ってやつは一緒。容量と電圧も一緒ですね。ただね、振るとちょっとお水が中に入ってる感じの音がするんですよね。なんかやばい気がするのと、あとこっちはプラスマイナスの端子しかないんだけど、こっちなんか3つあるんだよね。4つか。多分マイナスで、こっち3本プラスなのかな？ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっと仕様が違うのかな？うまくできるかどうかわかんないけど、これをね、並列につなぎます。なので、耐圧は 2.7V でそのままなんだけど、容量をね、1000ファラドにしようと思います。1kF ファラドですね。ちょっと単位がおかしくなってるけど。で、今はね、コンデンサから直接足生やして、このままバチンとやるんだけど、さすがに2個だとね、やりづらいんで、ちゃんと基板につけて作っていきたいなと思ってます。じゃあやっていこう。はい、まずね、足が4本あるキャパシタなんですけど、配置調べてみます。多分プラス側が3本なんだと思うけど、プラスとマイナス。容量なしよ？あ、違う。これ、溜めてんだね。測定に時間かかるんだね。抵抗値。うん。端子独立してね。ほら、同通してないよ。何これ。端子共通かと思ったら違う。ちょっと調べてくる。こんなの知らん。情報はなかった。一応テストで測ってたんだけど、ここの端子と、ここの端子は、なんかほら、コンデンサっぽい動きしてんじゃん。で、ここはね、繋がってないっぽい。なので使われてるのはここの端子とここの端子なんだけど、特性が違うんだよね。抵抗値増えていくじゃん。こっち動かないんだよね。マイナスがこっちっていうのは分かってるんだけど、でこっちがプラス端子。もしかしたら2個のコンデンサが入ってるやつなのかな。ちょっと欲しかったやつじゃないですね。多分偽物なのかな。だって一応表記一緒で違うものっておかしいよね。わからん。ちょっと電圧かけてみよっか。怖いけど。一応ここのメーカーのなんかデータシート、コンデンサのなんか一覧表見たけど、この端子構造はね、違うシリーズにあったけどね。で、ピン配置は違ったから、全然関係ない商品だと思うんだよな。めんどくせえ。返品したいけどさ、もうパッケージとか捨てちゃったんだよね。一応怖いんで 1V でいきます。1V 0.5A。じゃあこの一番左、コンデンサーっぽい動きしてた、ここの端子繋いでみるよ。あ、電気流れないですね。こっちは？あ、電気流れない。うん、ここだけ電気流れるわ。じゃあここ何なの？なんやねんお前は。うん、OK です。大丈夫っぽいよ。一応こことここの端子で使っていきます。こっちはね、通電しなかった。なんかお兄さんの予想だけど、偽物っぽいよね。安いの買ったのは失敗だった。放電させとくか。うん、放電してるね。一応空になるまで放電させとくか。なんか放電スピード弱くね？なんか普通ショートしたらもっとバーッと一気に放電しそうだけど、すごいのんびり放電。電圧自体が少ないから流れる電流が少ないっていうことなのかな。あ、なんか嫌な感じもするけど、とりあえずやろう。なんかチャパチャパ言うし、ダメっぽいね。でね、この基板を使おうと思います。こんな感じで配置しようかなと。こんな感じね。で、こっからケーブルを出して、で、ケーブルはね、買っちゃったんすよ、これ。オーディオテクニカね。お兄さんが絶対買わないで有名なオーディオテクニカなんですけど、柔らかいんでね、オーディオテクニカ。これにしました。カーオーディオ用の8ゲージの電源ケーブル。こっからね、こう2本出して、先っちょに銅棒をつけて、パチンパチンとやるような感じ？そんな感じにします。で、こっから電源につなぐと。完璧。多分完璧。じゃあちょっと作っていきましょう。サイズ違うのがすっげえ鬱陶しいんだよな。で、こいつ取ります。まずこれ取っちゃいますね。とりあえず取りました。これって多分刺さんないよね。そもそも刺さらないんでいいです。刺しません。空中配線でいこうか。なんかこれ使われてないにせよ、触るのやだね。こうするか。こうしよう。で、これね、VVF ケーブルの 2mm ですね。これを使いましょう。これがね、なかなか硬いんすよ。まあ、こんだけあれば十分かな。はい。こんな感じかな。ちょっとうまくいくかわかんないけど、やってみるね。ちょっと無理がある？そんなことない？じゃあつけていきますね。全然つかねえ。予備判断します。はい、もう一回つけていきます。あー、弱いね。ちょっと弱いね、ハンダが。ほんとべちゃっとつけたいんだけど、かなり難しい。あ、いいね、いいね。いい感じにつきました。うん、つけられた。こんな感じで1本の棒に固定できました。こんな状態ですね。よく見ると大きさも違うよね。絶対どっちかが偽物だと思います。ちょっと基板同士繋いどこうか。ここでハンダで繋げないかな。ちょっと無理やりだね。これは良くないと思う。まあいいんです。一応こんな感じでセッティングで、こっから向いちゃうか。そうだね。はい。こんなもんでいいだろう。はい、電線ね。あ、そうだ。ケーブル。いろいろ買ったんすよ。まあ、このために買ったわけじゃないんだけどね。あとはこれだ。はい、オリーブドラムのケーブルスリーブね。にケーブルと、二股スリーブも買いました。結構高いんだよね、こういうのね。どんな感じだろう。あ、いいね、いいね。あ、それっぽくなる。ほら。なるほど。これはね、オリーブドラムの布スリーブですね。布なので、質感がすごくいいです。はい、こっちはね、テープで留めました。ね、あとは引っ張って締めちゃいます。こんな感じかな。ここまでやっといてなんだけど、これ使えばよかったね。チェコの軍事用ケーブル。チェコ製の。まだ使ってないんだよな。姑息な手段で口だけ縮めてちゃんと中入れてやろうと思って。あ、入るね。うん、これでいいんじゃない。今回はこんな仕上がりになりました。はい、こんな仕上がりですね。これは安定化電源側ですね。で、こんな感じできっちり締めて、で、こっちもテープで締めちゃいます。なかなかかっこいいね、これね。ケーブル職人になってきました。誰も求めてない。で、ここをスプライスで固定しようかなと思ってたんですよ。ちょっとね、接合部の強度を上げたいためにスプライスやってます。ほんともう一人欲しいね。よし。なんとかかしめました。ほんと疲れるこいつ。おお、だいぶしっかりいったよ。ただ、いつものごとく、これは固まっちゃった。隠せなかった。とりあえずついた。で、こっちの出力側はね、太いの使う。これね、オーディオテクニカ。8ゲージ。長さはこんなもんかな。20センチぐらい。まあ、こんな仕上がりを考えてます。8ゲージのケーブルをハンダ付けすると思わなかった。うん、オッケー。ハンダめっちゃ使った。もうなくなっちゃった。はい、そしたら、この板に固定していきましょう。はい、一応基板に固定しました。ハンダでね。あとはこっちだ。で、今回ね、前の時と同じように、ここにこう、パチンって片手でできるように、こんな状態のやつをね、つけようと思います。まあ、配線で包み込むの結構大変だね。ちゃんと溶かし込んで包むっていうのが。一応この配線にこれを刺して保持させるために配線ほどいてこの細いやつを巻きつけてます。中に入れて一応こんな感じですね。うん、 OK。 とりあえずハンダ付け終わり。2時間ぐらいやってるよ。まあこんな感じかな。ちょっと斜めにしたいなと思って、形はこの形。じゃあ固めちゃおう。はい、さてレジンでいけんのか。とりあえずね、グリップはレジンで固めます。はい、散々塗り重ねてこんな感じになりました。最後はね IPA で拭き上げます。まあ、だいぶ硬化させたんで大丈夫だと思うんだけど、たまにベタつくからね。はい、一応これで新しい溶接機の完成です。じゃあ試しにやってみよう。一応こんな感じね。間隔はこれぐらい。これで、まあ横に回しながらね、パチンってやる感じだね。大丈夫かな、爆発しないかな。電圧は 2.7。じゃあ電源入れます。パチ。今電流制限がかかって 0.2V で 1.2A 充電してます。ここから電流値上げていきます。充電遅いよ、これ。はい、この機械のマックス 5.2A で今 0.6V。 徐々に徐々に電圧増えてますね。見えるかな ?0.7356 で増えてるね。5A で充電してるけど、これ結構かかるぞ。じゃあちょっと待ちましょう。もうすぐ充電終わるね。どれくらいだろう、10分かかんないぐらいかな。満充電になったら試し打ちしていきます。はい、満充電になったんで試し打ちしていきます。まずはね、ニッケルストリップ同士をくっつけてみたいと思います。2枚重ねてやっていきましょう。怖えな。いくよ。今のは一瞬だったので多分ついてないです。ね、取れたね。あ、これだと弱いということだね。はい、2回目いきます。やっぱりちょっと強くなってるこいつ。うん、一緒だね。ついてるけど弱いって感じ。いきます。あ、これでついてるね。結構力入れてるけど。手の力だと難しいって感じだね。うん、やっぱ一瞬で大丈夫だ。ペンチを使えば取れる感じ。今のでだいぶパワー上がってるけど、やっぱ手作業だとタイミングが難しいというか怖いですね。すごいね、シリコンシートが焼けるもん。これはいけてるね。熱いもん。うん、取れない。なんとなくコツはつかめたね。やっぱちょっとバチッといくぐらいじゃないとダメだね。これだね。そうね、もう手の力では取れないです。うん、そうね、取ったところちぎれましたよね。こうやってこれでちゃんとついてたってことですね。バチンといったところ、ここは剥がすとちぎれました。これね、なかなかいいです。だいぶ容量多いね。1000F。電圧落ちていかないもん。ちゃんと放電できるやつ用意しましょう。で、ニッケルストリップにね、もうバシバシやって放電させました。1オームぐらいのセメント抵抗で放電できるようにしてあげるのがいいかもしれないですね。まあ、こんな感じでね、1000ファラドキャパシタできました。で VVF ケーブル使ってるんだけど結構ハンダ付け大変だった。あとこの8ゲージの電源ケーブルね、これもねハンダ付け大変だった。あとこの分岐のケーブルパンツ今回初めて使ってみたんだけど結構いいよ、柔軟性があって。20個入りで1000円とかそれぐらいで売ってますね。モノタロウで買いました。単純に容量倍になってるんですけど、なんかねスポット溶接がねすごい安定してくっつくような感じがありますね。もしかしたらこれぐらいの容量が最適なのかもしれないです。はい、ということで熊五郎兄さん DI では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですがまた見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。あと改良点とかあったらコメントください。ということでね、今回こちら井村屋混ぜて食べるわらび抹茶味、あとこっちは山崎抹茶わらび餅、井村屋 vs 山崎です。だからこのパッケージおばあちゃんが好みそうなパッケージだよね。この発泡スチロールのトレイに入ったスイーツっていうのが斬新です。きなこ付き、どういくのがいいんだ、上からかける、それともちょん漬けで食べるのかな。まあかけるよね。わらび餅がねっちょりなんですよ。くっついてます。くっつくのはいいんだけどさ、1個の物体になってるからね。あ、きな粉いい匂いします。結構量あるな。いただきます。あ、抹茶の味がね結構しっかりしてる。本格的抹茶じゃなくて甘い緑茶みたいな感じの、そんな抹茶だね。お兄さん抹茶好きなんだけど本格抹茶はそんな好きじゃないんだよ。これベスト。これうめえぞ。これうまい。お茶の味がねきな粉に負けてないの。ただちょっともうちょっとばらけてほしいね。きました。ちょっと量多いかなと思ったけど全然1人分だね。井村屋も食べてみるね。中に金玉みたいなのが入ってるよ。あ、すごい超もっちり。おう、中身が出ちゃった。この透明な部分だけ食べたかったのに、ものすげえ弾力。なんか見た目がローションみたいだね。あ、これもうめえぞ。すごいんだよこれ。うん、なるほどね。どっちが勝ちかって言ったら井村屋の反則負けだね。抹茶あんなんだよね。要は美味しいわらび餅作ってそこに抹茶あんを入れてんだよ。でこの抹茶あんがね、あ、でもなんて書いてあったっけ。あ、そうか、抹茶わらびとは書いてないもんね。あ、ごめん、井村屋の反則負けじゃなくてお兄さんの勘違いだね。混ぜて食べるあん入りわらびだもん。井村屋の方が和菓子の味、お茶の味が和菓子の味、そんなに好きじゃない。この抹茶はこっちの方が好きだな。あれ、これいくらだったかな。いや、ぶっちゃけね信玄餅より美味しいかもしれない。ちょっと黒蜜の味もするんだよな。なんだろう、きな粉に味がついてるのかな。まあでも黒蜜っぽいものは入ってないね。山崎のわらび餅に黒蜜かけたらどうなっちゃうんだろうね。両方とも美味しいけど井村屋の抹茶あんがちょっと残念だったかな。こっちの井村屋のあん切りわらび抹茶が160円。山崎の抹茶わらび餅、なんと118円でございました。やばいコスパ。抹茶わらび餅のカロリーが257キロカロリー。結構少ないよね。井村屋が185キロカロリー。山崎のはちょっとまだ食べたいね。はい、ごちそうさまでした。ということで、熊五郎兄さんでした。バイバイ。